まさか最果て村の真上がエルト海だったとはな。そこまで潜ったらまた村に着いたりしてな。試してみるか。やめとくよ。どうした？聞かないの？僕らが監獄島に何の用があるのか。ホムスが上層へ来るなど滅多にないことだ。いずれのっぴきならない事情もあろうが、あいにく詮索好きではないのでな。とか言って実は気になってたりして。何を言う、無礼な。もう雪吊りのものって間柄でもないと思うけど。確かに言われてみればその通りだな。だからさ、話しておきたいんだ。ならば聞こう。何故監獄島を目指す？それは鬼神界の仮想への信仰は聞き及んでいたが、そんなにひどいありさまなのか。なのに私たちは。ねえ、あれ何かしら。あれは、あれがそなたたちの目指している監獄島だ。あの塔が監獄島？そう。そしてあれがコート、赤モート。おい、浮かんでないか、宙に。外敵から防衛するにもその方が都合が良いからな。すごいな。どんな技術を使ってるんだい？知らん。知らなくてもすぐには困らない。知らんって、そんなんで怖くないのか。焼き方を知らなくてもパンは食える、そういうことだろう。監獄島に入るには直居が必要だという話はしたな。うん。まずはコートへ向かわなくてはな。向かうってどうやってあの浮いてる岩を渡るんだ？この先に転移装置がある。それを使えばよい。海を突き破ったり転移したり、上層ってなんか不思議で怖いところだな。まあいいや、そうと分かればさっさとコートに押しかけようぜ。それにしてもどうしたんです？物騒なもんだな。鬼神の進行を防ぐための防衛装置か。なんだあいつらは。あの頭の翼は、あ、あれがハイエンター？お帰りなさいませ、メリア様。ん？え？出迎えご苦労。ここにいるホムスおよびノポンは我が同行者である。その旨を認識するとともに関係各所に伝達せよ。承知しました。どういうことなんだ？そう、メリア、君は。メリア、今は何も聞かないでほしい。監獄島へは私が導く。うん。コ
当主陛下に拝謁するには手続きが必要だ。待てるか？待ってるよ、君がそういうのなら。ありがとう。メリア様ね。ふん、シルク、あの子はひょっとすると、たとえどんな素性であろうと、メリアはメリアですよ。そうか。そうだな。なんだこいつらは。陛下にテレシア討伐の顛末をご報告し、勅許をいただかねばならん。シュルクが待っている。謁見の間に急ごう。エイヒの子が命名画に生きながらえるとは。申し訳ありません。このタルコ、必ずや皇妃殿下のご加盟を果たしてみせます。このコートでか。陛下もあの者の身辺には格別の配慮を下されておる。この絵集の隙をつけるというのか、そなた一人で。身命をとしまして必ず。戯れを聞く気分ではない。申し訳ご…繰り言を申すな。機会は必ず訪れましょう。あの者が好意を欲するのなら。第一王女メリア・エンシェント、ただいま帰参つかまつりました。表を上げよ。はい。歴戦の騎士団ですら打ち果たすことができなかったテレシアをそなたが倒してくるとは。我が血のなせる技とうぬぼれたいところだな。ですが、陛下からお預かりした忠臣たちをことごとく失いました。私の未熟ゆえであります。構わぬとは申さぬが、仕方なき義ではある。そなたに助力することが彼の者たちの任務であった。そなたの未熟、非力は皆が承知の上である。はい。悔しいか？ならばその気持ちを忘れずにいるがよい。悔やむ機会を与えてくれた者たちへの感謝を忘れずにな。陛下、そのことですが、私が助力を受けた者は他にもいるのです。そなたが伴ってきたホムスとノポンか。その者たちは先ほどコート警備隊に拘束させた。シュルクたちを？そう、そのシュルクとやらの振るう武具ゆえにな。シュルクの振るう武具、モナドのことでしょうか？やはりな。もしあの者が使う武具がまことにモナドなのであれば、感化するわけにはゆかぬのだ。なぜです？
高家に伝わる古からの伝承、神与の剣モナド、その剣巨神が選びし者に授けられる神与の剣なれど、横島なる心の者が震えば我らがハイエンターに最悪をもたらすと伝えられている。ハイエンターとて善良な者も邪悪な者もおる。それはオムスやノポンとて同じこと。ましてやモナドを扱う者となれば、彼らが闇に属する者であるか否か、ほどなく神聖予言官の審問により明かされるだろう。ではシュルクたちにコートでの行動の自由は？ならぬ。父上、いえ陛下、シュルクたちは決して邪悪なものではございません。そなたは立体視を控えた大切な身、心身を清めて時を待つがよい。陛下。妹よ、そなたには陛下の言葉の意味がわからなかったのか。兄上。陛下は皇太子とおっしゃった。つまりお前を認めたのだ。時代のハイエンター公主はお前なんだよ、メリア。私が？兄上ではなく？ああ、以前から陛下に相談を受けていた。そして私も賛成したのだよ。ハイエンターを導く者としてお前がふさわしいと。事実お前は命を賭してテレシアを討ち果たした。私はメリア。私はマクナで忠臣たちを、そのようなものに好意など。今は彼ら遺族の前に立ち詫びたい。メリア、立場上それが無理なのは分かっているはず。ええ、分かっています。分かっていますとも。陛下のおっしゃった通り、今はただ冥福を祈り、その勲功を我らの心に刻もうではないか。はい。そなたが躊躇する理由はよくわかる。だが胸を張るがよい。そなたには皇太子としての資格があるのだから。私が皇太子？その通りです。記録員、探求員ともに全員一致で陛下の選択を支持しております。私最小ローラン個人といたしましても一片の依存もありませぬ。そうなのか。公主陛下のご聖断といえど私には疑問があります。モナドの持ち主、巨神に選ばれし戦士を粗略に扱ってよいものかと。そなたもそう思うか？はい。ただ恐れ多くも陛下に過ちが終わりだとして進化が正すなどということは叶いません。ですが神聖予言官となれば別格。予言官殿がシュルクたちに？今頃面護なされていることでしょう。バグ、俺たちが何したって言うんだよ。部屋は豪華だけどよ、軟禁同然だぜ。メリアはどうしたのかしら。少なくとも彼女は丁重に迎えられてたようだったけど。そうだよ、あいつ怪しいぜ。シュルクはどう思うんだ？僕はメリアを信じたい。彼女は監獄島への案内を約束してくれた。彼女は約束を破るようなそんな人じゃない。分かったよ。俺だってシュルクを信じてるんだ。お前がそう言うなら
俺も信じるよ。よっ。あら、どうしたの？おう。これより神聖予言官による審問を開始する。控えられよ。あ、アルビース、なぜ君がここに？なるほど、それが君たちの目的か。メリアは大丈夫？僕たちよそ者をここに入れたことで彼女に迷惑がかかってるんじゃ。それはないな、絶対。そもそも君たちが拘束された理由はよそ者だからじゃない。まさか。そう、君のモナドだ。ハイエンターという種族はね、モナドとの関わりが深いんだよ。はるか昔からね。さてと、君たちが怪しいものではないことはこの僕が証明しよう。何より殿下を助け、テレシアを倒してくれたんだからね。彼らを自由に。彼らのコートでの行動は僕が責任を持つ。大切な客人として扱ってくれ。はっ。本当はコートを案内してあげたいところだけど、僕はこれから陛下に報告に行かなくちゃならない。この部屋は自由に使ってくれていい。コート見物するもよし、ゆっくり休むもよし。じゃ。待って、アルビース、まだ聞きたいことが。焦らない、君の聞きたいことは大体想像がついてる。ま、そのうち必ず。さてっと、コート見物にでも行ってみるか。そうね、ここにいても退屈だわ。うん。リキ、メリアちゃんを探してくるもん。待って、リキ。予言官殿。何事だもん。アルビスならここにはいないぜ。ん？一体どこにおられるのだ。どうしたんですか？エルト海で転送装置の修復をしていた小隊から救援要請が入ったのですが、その一報を最後に通信が途絶えてしまい、足取りが全くつかめないのです。そいつは一大事だな。シュルク、助けに行くもん。困った時はお互い様だもん。あ、そうだね。僕たちも協力しますよ。しかし、あなた方は。心配いらないもん。ここは勇者リキに任せるもん。かたじけない。どうかよろしくお願いします。はい。
な。行くよ。早めに片付けるぞ。一匹たりとも逃しはしないわ。天下を取るわ。騒いできた。ジプルジン、キシン、ありがとう。いっぱいに捕獲。我が名はダンバン。恐れぬ者は前に出ろ。ダンバンさん、すごい気迫。未来が変わるのか。よっ、ここで時間の間に。慌てるな。エスコン、こんなら取られそうだ。レナドの力よ。ジプルディング、どうだ。トノヨン、スピットエッジ、やれた。シュレク、ごめんね。みんな、生きて帰るわよ。そんな、ダンバン、ジプルディング、ありがとう。レナド、大事に保険のエード。僕は止められないんだ。行け、シュルク。殺せ。油断は禁物だな。ガビ未来が変わるのか。いよ、みんなの気持ちが伝わってきたよ。そのイメージを忘れるなよ、シュルク。スピットエッジ、腹に力を入れろ。アイジンホック、やっとチームらしくなってきたわね。ここで満足するなよ、カルナ。エアスラースリットエッジ、ストリームエッジ、アイジンホック、やれそうだ。チップラジン、仕掛け、モラドよ。ごめんね。こらえるんだ、しっかりして。カルナ、油断は禁物だな。待って、もう少しこらえてちょ。ヒートバレット、そう負ける。ようやく足並みが揃ってきたな。今頃気づいたのかしら、ダンバー。もう力が出ないよ。助けた。ダメだ、力が。腹に力を入れろ、カルナ。このままじゃ。シュルク、それってこれなら、だんだん調子が上がってきたわ。その調子で頼むぞ、カルナ。今だ、頼むぞ。この程度の傷で、火は実ヘッドセッカー。はい、ファイト。見える。チェンガー。何の敵だよ。その調子よ、シュルク。今だ、やっすら。これで安心ね。やあ、クスラッシュ。ようやく足並みが揃ってきたな。そうですね、今ならやれそうだ。このままじゃ。ヒールクラッド、触れ。重心が溶けそうに熱いわ。なぞバッター。バトルソーン、雷神捕獲。バサレ。心が騒いできた。油断は禁物だな。こらえるんだ。いや、今ならやれそうだ。みんなごめん。僕は止められないんだ。行け、シュルク。後期到来だ。生まれし心が騒いできた。しっかりしてよ、ダンバーさん。その子ジプルジン、いけー。来た。もう力が出ないよ。バイジン捕獲。ここだ。物が手で切り開くものだ。あなたは以上がメリア殿下がお連れになったホムスたちから聴取した話のすべてでございます。なんということだ。帝
テレシアがそこまで強大になっていたとは。して予言官殿の考えはいかに。おそらくテレシアの力が増したのは周囲のエーテル場の異常からでしょう。それはすなわちエーテルの加護の弱まり。やはり巨神復活の時が迫っているのか。モナドとの関連は。それは分かりません。私の見立ても暗中ゆえですが。申してみよ。あれなるモナド、必ずしも災いをもたらすとは限りません。我が見立て暗中なれど、その中に一条の光もまた見えました。その光は陛下もご覧になったはず。あの光の中にはメリアと、あの少年シュルクラがおりました。あの者を横島なる者にあらずということか。どうやらその時は近いようだな。カリアンよ、立体しのぎ急ぎ行う必要がある。陛下、すでに領院の合意を得ている以上、いくつかの過程を省くことはできるのではないでしょうか。だが問題はそれで民が納得するかどうかだ。なれば墓所詣をいたすがよいでしょう。だが公費よ、そのような古代の儀式を蘇らせることは。儀式が古びたのは昨今はそれが行われる必要がなかったから。でもあの子にとってはまた別の事情があるはずです。母上、墓所詣には危険が。歴代の皇太子候補が幾人も落命していると記録にはあります。あの子はテレシア討伐の退任を果たした、その限りではないように思いますよ。何よりもその程度の儀式を忌避しているようでは、あの子がハイエンターの民から認められることは未来永劫ないでしょう。ですが。確かにそうだ。墓所詣では危険が伴うが、それだけに民の支持を得ることもできよう。メリアをこれに。今一度あれの本音を聞きたい。やります。ホムスとの混血児である私がハイエンターを滑るには、またその座を欲するなら通らねばならぬ道だと考えます。その通りだ、我が後継者よ。ハイエンターを滑る者として近道は楽な道にあらずと巨神界に示さねばなるまい。はい陛下。そなたの立体師は叶わぬ、永遠にな。大ごとにならなくてよかったね。ゆるく、力疲れたもん。今日はもうお城で休みたいんだもん。そうだな、一度コートに戻るとするか。ええ、そうしましょう。はい。なんだろう、ずいぶん賑やかだね。祭りって感じじゃねえよな。何か儀式が始まるのかな。忠臣熱き民よ、
ソレアン・エンシェントである。世の即位より24年、世はここに大いなる喜びをもって諸君に知らせを告げる。あれがハイエンターの公主様か。ソレアン・エンシェント。幸いにしていまだ不世の日は遠からんが、種族繁栄の礎として時代の公主、すなわち皇太子を指名する。見ろよ、お出ましだぜ。メリア・エンシェントである。ええ、メリアです。あいつ、お姫様だったのか。お前、今頃気づいたのかよ。なんか妙に言葉遣いが偉そうだとは思ってたけど、びっくりね。これより我が子メリアは墓所詣の儀に臨むことになる。我が栄光ある高祖に認められ、皇女は皇太子となるであろう。民とは愚かなもの。偽りの面一つで呪われた血の存在を忘れたものとして振る舞える。皇妃殿下、すでに手駒は揃えてあります。ご加盟いただければ直ちに旅衆のホムスどもを始末いたします。モナドを携えしとはいえ、所詮は蛮族。闇に葬ったとしても陛下はお気になさるまい。さすればメリアに助力する者はいなくなる。はい。母上。そもそもハイエンターの公妃とホムスの栄妃などという制度があるから、高貴な血が汚れ続けるのです。ホムスなど死に絶えてしまうがよい。行きなさい、タルコ。わかりました。メリア。それにしてもメリアのやつ、なんだってあんな仮面をつけているんだ。わかりません。でも彼女、他のハイエンターとはどこか違う。違うってどこが。メリアちゃん、鳥の人にあんま似てないもん。お前たち、ホムホムに似ているもん。なるほどね。余人には知り得ない複雑な事情がありそうだな、こいつは。そうだ。なんだよ、急にでかい声出してびっくりするじゃねえか。ここでのんびりしている場合じゃない。メリアが危ないんだ。って、おい、またビジョンか。何を見たの。そうだ、詳しく話せ。昼飯のお知らせにしちゃ物騒ないでたちだな。食事時の心配をする必要はなくなる。永遠にターゲットを絞るわよ。おうよ。ああ、分かった。電化も外で風を切り下げ。ほらバーン。実況だ。電化たまった。大人変形体の予想が攻撃で決めるわ。メタルブラスト。ヘマしないでよ、ダイン。よし、俺の番だな。スタート。おお。鉄鋼弾。このタイミングを忘れるなよ。頼りにしてるわ。ワイルドダウン。あったか。ダンバン、すごいじゃない。これが抑える。行くぜ。
疾風陣分かれた。やけていたぜ。冷静さを失うなよ。ターゲットを絞るわよ。そこさ、立って助かるぜ。ヒーバーほらハンマーたりいいとだ。ほら俺に任せろ。油断はしてもいいぞ。頑張れ、落ちてみろ。これだいぶそばカモフラージュ。ハンマービートだ。そこヒッパミッチオーカーやるぜ。この調子で突っ走ろうぜ。行きましょう、ライン。外陣補給そこ裏へ。俺に任せろ。さすがは英雄ダンバンね。ダクルダンバン必要ね。ハンマービートだ。防水行くわよ。熱くなってきたぜ。そのまま乗っていきなさい。外陣補給今だ。連携で一気に殲滅するぞ。全部攻撃で決めるわ。中心が熱くヘマしないでよ、ライン。おう、ダンバン、任せろ。天地剣いい動きだったぞ。これぞコンビネーションってか。壊滅してか、ライン。その調子俺に任せとけって。ダンバンのおかげだぜ。そこさ、俺に任せろ。分かれ。はっ、ライブドトマト。こっち見ろ、これ今だ。ハンマービートだ。ヒートボルト。うっ、かかれ。近いターゲットを絞るわよ。おうよ。あ、分かった。もう少しだ。なあ、このままワイキングが必要ね。俺に任せろ。こうだ、君よ、これダンバン、すごいわ。俺も負けてられねえな。俺が抑える。やったじゃない、ダイン。こいつら何者だ。シルク、この者たち異端審問官か。何事か。まだいたのか。待て、この方はカリアン殿下、メリア殿下の兄君だ。メリアの兄さん。ご心配なく、無事解決したようですよ。予言官殿、彼らの危難が見えたのでね、急ぎ駆けつけたところ、あの者たちが。ただの賊には見えないな。おそらくは巨神教異端審問官、王家の歴史を裏から支えてきたと言われる暗殺者集団ですよ。バカな、巨神教は単なる噂。巨神教が存在していたのは遥か昔、その血筋は絶えたものと僕も思っていました。ですがそれは実在し、シルクたちの命を奪おうとした。父上はこのことを。おそらくご存じないかと。皇主様ですらよもや現存しているとは考えておられないでしょう。巨神教の異端審問官とはそういうものだと聞きます。だがどういうことなのだ。そのような者たちが彼らを襲うなど。まさか。あ、いや、そんなはずは。カリアンさん、メリアが危険なんです。どこかわからないけど、祭壇のような場所で彼女は殺される。なんだと。なぜそのようなことが言えるのだ。シュルクは僕と同じなんですよ。予言官殿と。ということはまさか彼にも見えるというのか、未来が。だからメリアの元に行かせてください。僕らを。それでは殿下、ここから先はお一人で儀式に臨まれることになります。見送り、大儀であった。
ご無事なるお帰りをお待ちしております。過去の歴史上、資格なくして好意を求めた者どもはことごとく英霊に打ち倒されたといいます。それが好意を請求するということだ。そのまま墓所に葬られることになった者たちも覚悟の上でのことだったであろう。ご立派なお覚悟です。お気をつけ遊ばせ、殿下。ならぬ。墓所詣では斧が力のみでなす決まり。命果てたとて、それは天命、公主の器にあたわすという、ただそれだけのことだ。あんた本気でそんなこと言ってるのか。あんたの妹だぞ、メリアなんだぞ。よせライン。ダンバン。それほどに重要な儀式なのだろう。俺たちが口を出せるようなもんじゃない。でもよ。だがそれはあんたらハイエンターのうちでの決め事だよな。異民族のホムスがシャシャリ出たところで問題はなかろう。それともその墓所にはホムスが入っちゃいけないって決まり事でもあるのか。それはないが。なら肩の力を抜けよ。墓所詣でとやらがあんたらにとってどれだけ大切な儀式か知らん。知らんが妹の命と天秤にかけて釣り合いの取れるもんじゃなかろう。ならさ任せろや、俺たちに。貴殿は。俺の名はダンバン。鬼神兵をぶっ潰したいってこいつらの、まあ保護者みたいなもんだ。ダンバン。そうか、貴殿があの1年前大剣の渓谷での戦いでモナドを振るい鬼神兵団を退けたという。そこまで知ってたんならあん時助けに来てくれてもよかったのにな。すまぬ。我らは他民族との争いは好まない。それがたとえ鬼神兵であったとしても冗談だよ冗談。事情はそれぞれ。あれだけの防衛装置を浮かべてんのはそういうわけなんだろうからな。話はまとまったみたいだね。墓所へはセンターゲートから転移装置で行ける。殿下はすでに墓所に入られているはず。シルク、急いだ方がいい。